皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。モデルプレス2024年1月29日。ダンスボーカルグループ M。LK のメンバーで俳優としても活躍する佐野優斗が29日放送の TBSK。I am 冒険少年超脱出島 s p 夜7時に出演。コメントが到着した写真。 サノユーと過酷なサバイバルの様子。サノユーとメグロレンへの愛強すぎてメンバー嫉妬2024年最初の脱出島を飾る1組目の挑戦者はサノ。初参戦となるサノはアホほどポジティブをテーマに超前向きに何事も全力で楽しんで脱出を目指す。初めてのサバイバルにサノが覚醒さらに助っ人として M。 LK のリーダー吉田仁人,人が登場。今回が初の地上波バラエティ番組出演となる吉田は不安げない様子を見せながらも、爪痕を残すべく奮闘する。また、昨年金曜ドラマ、トリリオンゲーム、で共演した目黒蓮、SnowMan、絵の愛が強すぎる佐野に吉田が嫉妬する場面も。吉田の参戦により見えてくる佐野の素顔や、M、 LK として成し遂げたい夢を掲げて脱出に挑むも果たして無事脱出なるのか涙と感動の結末をお届けする佐野は昔から島でサバイバルをしてみたかったので楽しかったですしかもメンバーと一緒に行くことも夢だったので今回その夢も叶いましたと振り返り MLK の活動とは別の場所で別のことを成し遂げる という目標においていいものが出せたんじゃないかなと思うのでぜひ注目していただきたいです。めめ、目黒の家に行くためにも頑張りました、わら、とコメントした。糸井よしお、野球選手から初参戦2人目の挑戦者は元阪神タイガース糸井よしお。これまで数々のアスリートが脱出島に挑戦してきたが、 野球選手の挑戦は今回が初野球界を背負ってきたという糸井はナンバーワンにこだわり超人的なスピードで脱出する超人脱出に挑む糸井の超人的な発想や異次元の身体能力にスタジオも驚愕だがその一方でかわいらしい一面も明らかにまた機能と野球にこだわったい作りにも挑戦する 果たしてか暴れる君番組史上初の夫婦参戦2組を迎え撃つのは22回目の参戦となる絶対王者暴れる君今回は結婚10周年を記念して奥さんを連れて番組史上初の夫婦参戦2人はサバイバルテーマパークと題して 厳しい中にも楽しさがあるサバイバルの魅力を伝えながら脱出に挑む奥さんの笑顔を絶やさないように頑張る姿や父親としての顔など普段は見られない暴れる君を見ることができる夫婦二人三脚で挑む脱出島の結末は2024年一発目の戦いを制するのは一体誰なのかモデルプレス編集部 MLK コメント昔から島でサバイバルをしてみたかったので楽しかったです。しかも、メンバーと一緒に行くことも夢だったので今回その夢も叶いました。素潜りも脱出も今回初挑戦だったのでやっぱり大変でした。ただ、僕は過酷なことや経験したことのないことに挑戦するのが好きなので、 今回いろんなことに挑戦でできて嬉しかったです暴れるさんはサバイバルがすごいのはわかっていたのですが奥さんを守ろうとしたり気にかけたり夫婦の愛情や絆が見られてすごく素敵でした糸井さんはすべてにおいて化け物ですわら自分たちが今回経験したからこそ視聴者の方より過酷さや凄さがわかると思うんですよ 火起こしは本当にあり得ないレベルでしたし、最後まで諦めない姿を見て改めて、スーパースター、なんだな、すげえなと思いましたね。M、LK の活動とは別の場所で別のことを成し遂げる、という目標においていいものが出せたんじゃないかなと思うので、ぜひ注目していただきたいです。メメ、メグロレン、の家に行くためにも頑張りました、わら。 吉田陣と MLK コメント初めてのバラエティロケで脱出島に参戦できてすごく刺激的でしたこのロケに参加することはイベントのリハ中に突然聞かされてもちろん脱出島を見たことはあったのですが自分が行くのを想像したことがなかったのでいざ行ってみたら想像以上にリアルなサバイバルで本当にハードでした わら僕はインドア派なので、とにかく一つでも佐野くんを元気にできればいいなと思って挑戦していました。明らかに糸井さんが、超人、すぎて、今後塗り替えられるかわからないぐらいの記録をどんどん出していてすごかったです。そして暴れるさんチームは、本当にこんな夫婦っているんだ、という理想形で、ハードな中でとてもハートフルでした。 同じように「脱出」を目指す中で全く違う三者三様のドラマがあったのでどのチームが優勝するかを予想しながら白熱しながらお家で見ていただきたいです。そして佐野がこの場所に連れてきてくれたことを本当に感謝しているので僕のことを知っている方は是非たくさん応援していただければと思います。 糸井吉男コメント本当にすごい体験をさせてもらいましたし過酷ゆえに達成感や感動がすごかったですアスリートとしていろんなことに挑戦してきて引退してから何かに挑戦することがあまりなくなった中でこの脱出島はすごい挑戦になりました思っていたより本当に過酷でしたね島は楽しかったけど夜の海はめっちゃ怖かったです わら。あ <laughs> れる君夫婦の愛情や M、LK2 人のチームの絆がすごく伝わってきました。僕も本当はペアでやりたかったんですよね。わら。今回は一人での挑戦でしたが、他チームを見ていてやっぱりチームの絆や感動っていうのは改めていいなって思いました。今回の「脱出島」を通して M、LK を応援したくなりました。 目黒くんの家への訪問チケットを手に入れるのは誰かというところにも注目してほしいです。わら。僕の、超人、ブリをぜひ見届けてください。暴れるくんコメント今回は22回目の挑戦にして自分の奥さんという最強のパートナーを連れていくということで、涙あり笑いありの対策になっていると思います。フワちゃんとも脱出したことがありますが、 やはり奥さんとは絆も深い分だけアウンの呼吸というか、素晴らしい連携が取れたと思います。トップアスリートの超人、糸井さんとトップアイドル M、LK を相手に戦うことができて光栄でしたが、我々もトップ夫婦としてやっていきたいので負けていられないです。いろいろ摩擦もありますし大変ではありますが、 僕たちみたいな夫婦になりたいと言ってくださる方がいるのは嬉しいです。2024年も大暴れ、さらなる飛躍を目指していきたいと思います。僕の奥さんがすごく頑張ってくれています。その頑張りをまず見てください。そして超人、糸井さんのフルパワー、そして佐野隼人んと吉田仁仁んの絆。これをお楽しみください。どこで思いますか コメントセクションをチェックして次のビデオを見てください。